皆さんこんにちは。今日はまた漁師のキャンプに来ました、やっぱりね涼しいですね、でこれからね池に入って池も冷たくて涼しいなで楽しみたいと思います。以上です。相変わらずこんな感じでテント張りました。で今回はいやしくったあれ折りたたみのマットを忘れて車の中にある段ボールちょっとこいつ引いてよいしょ、こんなんで寝たいと思います、ね、まあちょっと今回ね3日間で長いんだけどこれでいけたらこれもう段ボールで寝ちゃいます以上です。失礼します。皆さん本日もお疲れ様でした。お先にいただきます。うまい。失礼します。はい。皆さんお疲れ。池から上がって、吸収に来ました。はい、飲んでます。いっぱい受けてお話ししたいと思います。いいね。池はね、やっぱり冷たいね。冷たいな、冷たかったな。っていうか、うますごいよな。ずーっと入ってられるもんな。やっぱ、カバーすごい水の中ではぬめるじゃさ、みんなでさ、キャンプのどういうところが好きかどういうのが魅力かなって話そうよ、はい、魅力キャンプの魅力って何？キャンプの好きなところ何個でもいい、いいよいいよ。じゃあ僕はパパと言った同じことと焚き火と、あの池と、マグロカツ？違う、自然のトカゲとか。いるもんね、やっぱ自然と池って感じ。ルカは向こう向いてるかも。ルカはレイ君と同じで自然がその、なんだろう、家パパと、似てて理由は家はずっと室内っていうの、で全然自然の音とかいろんなの木の色そういうの楽しめないけど、キャンプではそういうの楽しめて、でまあ池もあるし楽しいし、まあそういうところがキャンプ、このキャンプは好きだなって思います。多分もそう、僕もそうなんだ。本当なんか家にいるとさ、やっぱりさ Wi-Fi も入ってるしYouTube 見たりとかゲームやったりとかやっぱしたくなっちゃうと思うんだよね。ねえ、ゲームの兄貴でもさ、キャンプに来るとさ、やっぱそっから離れて違うことで楽しめると思う。ガルバイスですか？ちょっと眼鏡かけてきました。はい。オッケー。じゃあ過去のルカに。ルカに今のルイ君はこんな感じだよとか。あと例えば、なんだろう、
素敵だね。前足気がだからそういうのを気をつけてね、そういうのをちょっと伝えたいなって思います。足は2回ぐらい気がしたことは取るよ、ね、ないない帽子はない。確かにパパも過去にパパの過去に、ね、顔触ってみて。あっとけ、メッセージはあるよ、うん、なんか2人と一緒にいれるってだけで結構すごく幸せな時間だからあんまりない。それとはじゃあ未来の自分かちっちゃい時の自分、ちっちゃい時の自分か大きくなった自分、どっちを見に行きたい？なんで大きくがいいと思ったの？スリーマーとかになってるかもしれない、うん、なっちゃうルイ、マジでなるよ、プロゲーマーになるよ。ただいまー、ルイさんが帰ってきます。あー、何の話してんの？じゃあ、パパの将来の、うん、ディズニーキャラクターない、流行ってるアニメってありますよね、うん、でそういうので一番どのアニメで何のキャラクターが好きかちょっと知らなかったね。もうちょっと、ね、ちょっと発表していきたいと思います。はい、じゃあ好きなキャラクターは誰ですか？アニメのキャラクター、うん、じゃあ例えば〇〇、例えば鬼滅の刃の、ベイブレードっていうアニメのベイブレード、マルチっていうキャラクターとカネン X、 間違えた、クロス X とガードっていうキャラクターとクロムとあれ七色シグルが玉のあるわ。ダンジョン飯の出てくる全員のキャラクター、あと桜姫っていうあのアニメだよね、こういうアニメ。いやそれだけ、それの全員とアーニャ、アーニャ好きなの、うん、そうなんだ。じゃあ次いいですか？うん、いいよ。アーニャの全員の家族、私は、うん、私は少女漫画でもいいから、うん、と山田くんとレベル999の恋をするっていうね、まあ、あれは面白いよ、はっきり恋愛の漫画あがある、うん、あれ面白い。その主人公の男の子の山田くんがとても大好きです。であと鬼滅の刃のかまど炭治郎とかまどねずこと、あとその忘却バッテリーっていう、あー僕も言う、忘れた忘れた、アニメがある、忘れた忘れた、その要系と向こう行った方がいい、ねえねえの方がいい、清水遥と山田太郎と山ちゃんね、ちはやひふゆ、間違った、ちはやしゅんぺいっていう人が、はい、で、パパは誰が、あおいは、え、アニメでしょ、アニメ、あおいでしょ、アニメでしょ、やっぱりあの呪術廻戦とか、あと何いたのりとか、ゴジラ作曲とか、やっぱり進撃の巨人が面白いんだよね。
進撃の巨人と、ゴールデンカムイは面白い。ゴールデンカムイ、お食事を、朝食を。はい、皆さん。ますので、はい、一回、一旦中断しますね。はい、バイバーイ。ありがとう、皆さん。ありがとう。バンジョーガール、よろしくね。バンジョーガール、バンジョーボーイ。よろしくね。ひにおっさん。チャンネル登録、高評価よろしく。バイバーイ。バイバーイ。こんにちは。今、肉を焼いてて。おこれ、イノシシの肉だよね。そうですね。ここが熱くなる肉をこうやったらここに肉がブシューって飛び出して、うん、ほら見てブシューブシュフライ返しが喋っています。どうもこんにちは、フライ返しです。はい、皆さん、お肉いただきます。うまそうですね。うん、そう、これこれなんかカレーパウダーとか入れてめちゃくちゃうまい。油もね結構入れてます。超うまい。うん、失礼します。肉食べてます。肉食べてます。どうも。暗いから安心してね。ダメだったらどうすんねん。今日いっぱい遊んだね。うん、いやー、パパ寒かったよ。うん、みかんも凍えちんじゃない。そうだね。なんか言って、向こう、いやー、この足元気をつけて。こんばんは。こんばんは。お米炊いてるよって。お米炊いてるよ。うん。火がもったいないから。ね、そうね。ここだけ燃えてる。バイバイ。え、また入るよ。ご飯食べ終わった。冷たくね。冷たくない。すっげえよな。携帯濡れてるよ。濡れてる。うん、うん、まあ、パパの手濡れてるから冷たかったよ。分かった分かった、うん、じゃあご飯食べたらね。うん、皆さんおはようございます。おはようございます。豚丼
ただきます。まず僕すごいね。ママ ありがとう。冷て。パパ入るよ。はいはい。庶民だもんだって。持ってきたよ。やだ。うん、うわあ。皆さん、本日もお疲れ様でした。お先にいただきます。うまい。失礼します。ちょっと入れてくれよ。もうちょい。これも一緒だ。こっち減ってると思う。いただきます。え、もう撮ってる？うん。え、いつから撮ってる？さっきから。え、もう撮ってんの？うん。これさ、ミアポテト食べてるの？うん、食べたね。うん、ちょっと何にも言ってない。うん、うわ、おいしい。おいしい？おいで、1枚ずつ食べよう。お前も3枚食べてるだろ。とりあえずなんかお話。うん、バンジョー楽しいね。うん、あとさ、ねえねえ、バンジョー上手くなったね。すごいね。この前さ、聞けなかったことをさ、聞こうよ。何だ？じゃあ、好きなお菓子とか僕からでいい？うん、まずポタボダ焼き、これせんべいと、うんうん、あのあそこにある辛いやつとカラムーチョ、うん、で あそこにあるのはカラムーチョの唐辛子版なんだけど、うん、であとストロングストロングあサワー聞けよ。蜂の種忘れてる。蜂の種ルカは定番のポテトチップとか、うん、雪の宿。あー、へー。 あとポテトチップ。俺あれあんまりでも自分でスーパーとかで買おうと思うあれじゃないの。ルちゃんパパ、パパはカッパエビセンだから今最近は。え、そうなんだ。うん、カッパエビセン。ママも会話に入る。うん、ママは何だ。やっぱポテトチップだよね。ポテトチップうまいよな。ルカは、うん、幸せバターが好き。僕もやだもん、甘なんで。え、ママ何？のり塩かな。あ、でもコンソメだな。僕はのり塩と、うん、幸せバター。ルカは、ポテトチップ、うん、でしょ。うん、つまり一番好きなのは。そんな塩かな。塩るかも。明太バター。
明太バター違うよ、バターって違うよ、うん、塩かコンソメ、僕以外に全員のり塩がいない悲しい、さあね、入るならもうちょい入って今度焚き火しとかねって寒いぞ、寒いよ、うん、なんかさ、お祭りみたいなさ、あっち、あっちのライトがなんか祭りやってんのかなみたいな。どうしたってか、どうしたのさ、親は。うん。ああ。体で痛え、はい、おはようございます、おはよう、今ね、7時ぐらい、うん、よいしょ、うん、よく寝れた？寒かったべ、え？寒かったべ、僕途中で、うん、かけた、かけた、だよな、その途中で外した、蹴った、うん、あ、そうか、おらおらおらってダブルメガネ、ダブルよく見える、うん、煙だしな煙よけになるね、そうそう、うん、カレー、これクラムーチョの紹介一番、めっちゃカレー、ここまで1個食べる雨降ってきちゃって、よいしょ、ねえ、降る予報じゃなかったんだけどな、で子供たちはテントの中入っちゃいました、まあゲームと YouTube かなで、これ私の寝てるテントを雨漏れするんで、とりあえずブルーシートカップしました、以上です、失礼します、はい、皆さんお疲れ様です、お先にいただきます、うまい、まあ雨降ってきちゃいましたけどね、少しまた涼しくなりますね、うん、はい、失礼します、皆さんお疲れ様です、カツカレーいただきます、
うまうまい、すごいスマホ。ポークのテントがこっちに後で引き込みます。失礼します。こんにちは。今池から入って休憩取ってます。うん、ね、はい、これ寒いだけ。そのまま、そのまま。さっきね、灰があったからこうやってウィーウィーウィウィーふざけてるバーブでーギリギリハッピーな顔皆さんこんばんは。今日がキャンプの最後の夜です。何泊した？3泊。それで今日のが3泊目の夜です。おお、イエー。確かにね、あっという間だった。ご飯はラーメンを食べました。美味しかったです。うまかったね。うん、バイバイ。バイバイ。はい、ありがとう。はい、はい、おはようございます。いやー、3日間ね、3日間段ボールで寝ちゃった。マット忘れちゃったから体痛かったな。はい、まあ今日でね、撤収で帰りますんで、楽しくキャンプすることができました。失礼します。おな、しゃー、うん、ピカ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 チンコ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 。なんでだって早めに行ったの。1回ね。皆さんおはようございます。最終日のカレーいただきます。うまい。失礼します。こんにちは。うん、楽しかったね。うん、じゃあね、バイバーイ。